さあ、それでは始めていきましょうか、えー？これは何の動画かと言いますよね？ついに出ました。はい、リソゲンです。ついに出ましたよ。皆さん。リソゲン理想と現実ね。まだあの理想と現実のチラシ大体。い,い,いつもこんな感じなんですけどね。どこが違うかと。 24年分ですよねどんどんすごくなってくるわだとねはい改正にバッチリ対応してますよ平 30TPP 改正 R1 改正ね R1 ヨーグルトじゃねえからああちゃんと対応しろわでねあのー、まあ今年がいつもと違う点はね えー、まずあの革問の数が多いのはもちろんなんですが、えー、でここまで気合いの入った論文過去問対策講座はないですよある他にあるだろうかないからこんなっと言ってるんですよあ,あったら教えてくださいうんあの単純にあのそれを上回るべくあの来年はそれをさらに上回りますから大丈夫ですな,ないですようん。 で市販の問題集も大体7年ぐらいかなついててで市販のやつでねあの分担してるんであの答案の一貫性がちょっとないです残念ながらだからあの自分に合う合わないがあってねあの一貫性もないからちょっと何を信じていいかちょっと迷ってしまうところが弱点ですが、まあ、私の場合ね 同じような問題が出たらもう同じように対処しますから迷いがないです。え、ね、え。24年分もやってるうちに固まってきますいい意味で。ブレがなくなくってきますよああそれでね一つあのそうしたら理想源のねいいところを教えましょうか。ね、どなあのせっかくだよ,よ去年のちょっと問題見てみるかの。 去年のね、あれでいいわ、327ページっていうあのテキスト、もう出来上がってるんでね、これはあの R、R1 といえば令和元年の意象法の問題なんですが、まあ、ご覧の通りなんですけどね、だからちょっと問題文読むの堅い,いんで、ご覧の通りっていうしかないんですけど、それで、えー、とりあえずね、あの現実と案と理想のと案、2種類用意してるんですよ。で あのー、まずねあの分量的にこんな感じです分量的にほら分量的にああだいぶすかすかやなとねほらもうすかすかやろうそして、えー、理想の問わもうカツカツですよそうでしょこんな書ける会話みたいなのは理想の問わなんですよだからね俺でも書けませんこれあの無制限時間無制限で書いてるから書けるだけですやっぱね現実とわしか書けませんよ現場では。 うん、それでね一つ私があの皆さんにアピールしたいのはね関連症のところですねちょっと関連症の答案見てほしいんだけど当然法改正に対応してるんですが例えばですねえっ、ー、とほらこれね A の出願日から10年までの間にと。 いや先生そんなの知ってるよとそんなもう改正ネタですよねそんなの朝飯前ですよって皆さん思うでしょでえーっとあの次理想のとはど下座になっちゃるかとはい A の出願日から10年を経過する日前までにって言ってるんですよいや先生だからどうしたんですかと <laughs> 言いたいでしょいやそれがどうしましたかとこれが大きいんですよつまり 理想の答案って、これ条文に忠実綿密です。条文の表現を忠実に再現します。あの出願日から10年を経過する日前。忠実です。あ,あやはり理想の答案ですね。それで、次に、あの現現実答案はね、そこまでこう。あの厳密じゃないよね、短いし、この理想の答案に比べると10、10年前。 えとは言ってない10年までの間にとなんかざっくりとし言い換えたやろ先生それは先生独自の表現ですかとうんこれ私の表現じゃないですちゃんと考えてます青本です21版ですこれでわかったでしょうこういうふうに工夫してるんですよしかもあの皆さんにとってこの なんていうの許容範囲皆さんがこのこう手を抜きたいいい意味ででもこれ以上手を抜くと危険だぞここまでの手を抜くだったら政府だよという政府のところ言ってますからこれ青本の表現だから確かに条文に比べると大雑把だよでも青本に書いてあるじゃないですかで反論できるんですよもしなんかあのー、ね、まあ、実際の本試験だと もうどういうふうに採点されてるかわからんけどあの少なくとも当連とかでね、うん、条文通り書きましょうと言われたら「いや先生青本にこう書かれてますよ」あ「あ青本そう書かれてるんだごめんごめん」っって丸くれるよほらねちゃんともう非常にね考えてんだからうん他にもねえー、っとそうですね じゃあちょっと R2 いきましょうか、うん、R2 の「特実2」をちょっと見てみたいんだけどねこういう問題が出ましたえー、っとちょっと待って「失念失念レストランは」はねえマスター失恋レストランでおなじみの「失念レストラン」ちょっと待ってねあれ 失念レストランあありましたほら失念したことに気づいたうん要するに無交流を書くのを忘れてたということです進歩性なしの無交流観光物 β に基づく進歩性なしの主張を忘れたとねでまあ後から追加するわけですよ補正でね それが許されるのかどうかということです。皆さん。いや、忘れてました。ごめん、ごめん。ちょっと今から追加させてくれる。できると思う。それ。できないですよ。それ虫が良すぎと思わない。それでね。まずあの現実さは土げして、土げな理由かというと。もうそれはね、合理的な理由にはならないと。ほら。ね。上記失念は。 合理的理的由に当たらないとあ、俺邪魔ね,ね要するに補正が認められるための要件はねこの正し書きにあるように黄色で塗るけど心理の不当チェーン恐れがなく当該補正に合理的な理由がありあ非請求人が当該補正に 同意した場合には審判長の許可により補正がなされるけどその失念自体が合理的理由と言えないじゃないかとそれが合理的理由だったらみんなね忘れましたって言うわねあの国会の答弁で言うところの記憶にございませんでみんなね許されるんだったらそう言いますよ記憶にございませんねっいそうでしょう はい、つまり、あのー、非常に短いです合理的な理由じゃないから、あのー、ダメだよと主張できないよと主張追加できないよと。ね、で理想の答案ちょっと見ていきたいと思います。理想の答案どげんかっうとね見てくださいかんぴしです。かんぴしっていうのはね歴史上の書物歴史上の人物でもあります。ね。 はい、合理的な理由例えばねちょっと三色丼で塗り分けていいねそぼろと卵と肉の三色丼で塗り分けますよ、ね、ほらこれ理想の問わんだからねうん訂正請求がされたおとりより審判請求の後に特許の内容に、えー、変容が生じたため新たな証拠を提示する必要が生じた、ね、次はどうしようか 赤レンジャーねいやオレン、うん、赤でいいわはい、えー、非責任の答弁によって初めてクレーム解釈に関する非責任の章が明らかになりこれに対する無効流を追加する思想が生じた場合ねそして、えー、まあオレンジを使いましょうかね、えー、無交流の根拠となる 証拠が極めて特殊な外国文献であるためその入手に相当の時間を要し提出、えー、が遅れてもやむなしと見通ればが考えられるとね考えられるわけですよ実際そういうふうに。ところがあその失念をし、えー、上記の記者を失念していたことはどれでも大だろうということでもう確固たるもう自信を持って。 ね、もう追加できないなとどれにも該当しないじゃない、ね、これ青本ですよ青,元あ青本青本ほらこう,こういう感じなんですよねだからやっぱりあの逃げの一手で現実とはね、うん、もうあの記載時間がないんだとこっちはもう最低限のね まあ50から60ぐらいの間でギリギリ合格というのを狙いたいとそういう人向けの答案これはもう70以上つきますよこの答案分量的にもね結構後ろまで書いてるしねそうでしょであと青本の勉強にもなるじゃん青本のね131条の2だからの2項の2項の説明だからねああ でさらに、いや先生、青本、そうというのは分かりますと、ねあのあり。非常にありがたい。でも俺、書けませんわ、ここまで。いや、ちょっとね、いやこの六七行代の、これ、覚えにくいですね。はい、そういう時に備えて、俺はこう言います。「平成、答弁、外国文献」。これだけ覚えておけと。それだけでもキーワードになるぞと。「平成、答弁」。外国文献。確か。 もうそれだけ覚えておけばなんとなくつながるぞと。「訂正」「答弁」「外国文献」この3つのコアとなるキーワードだけ覚えておけとしたらつ,つなげられるぞと現場で何とか。ねまあ、要するにほらもうなんていうの、えー、例えば俺だってさこんなん覚えてないんだよ青本なんてね、うん。訂正された結果法制が必要になった場合というよいじゃん。ね で有効に答弁された結果無効流を返さろえるを得なくなったと、ね、要するに特許権者の答弁がすごいまとえてたとそうすると請求人が主張してた無効流がねこう一蹴された形になる,なるから別の無効流で理,理論武装をしないといけない、ね、その必要に迫られてる、ね、だから返さろをえないもう一つはあの国内の文献だったらすぐ出せるんだけど外国の文献でネットにな載ってないやつだったと。 なんとか図書館にあるやつだったとちょっと時間かかっちゃったんですよ今コロナで船もねなかなか日本に来ないしとか言ってねそれでほらあの合理的な理由じゃん「訂正答弁外国文献ほら」こういうふうに教えていきますがなねどうですか皆さんいいでしょこれあ,あそれでねまあ最後にねこれあのすごいですよねそういった意味ではで今年はね ま、去年もそうだったかな。あの問題冊子もちゃんと別に配ります。問題だけのあれをね。それで、えー、いつもね。私のこの収録の関係で。いつもはね、えー、もうちょっとあの分散になるんですよ。これでも今年はほらもうね。あの、あんまり分かれないんですよ。分裂がそんなに多くないですね。だからこれで言うと。 9から17と、まあ、テキストですよテ,テキストがこれとこれもう2分冊あ,あと問題冊子があるから3分冊だけどねそれで終わりうん非常にまとまってますあのだからね完成度がすごい高いですようん完成度のすごさで言うとねあの車に例えると W124 の 500E ぐらいの完成度かな あるいいは、えーと e、のそのののそぐらいの完成度の高さを誇ってます多分車に詳しい人だったらマジかよそのぐらいの完成度だったらもう絶対取るわと絶対思うと思います、えー、車のことわからんとはいみたいな感じでしょうねはいじゃあえー、っとですねさあそれではねよろしいですか あの最後にこれを書いて今日は終わりたいと思います。あのね要はあのちょっと待ってね、えー、ちょっと新しいものから順にちょっと遡っていくから R1 平、hey, 30平、hey, 29平、hey, 28平、hey, 27平、hey, 26平、hey, 25平、hey, 24ね、まああの 皆さんが分かりやすいようにちょっと俺がある表を書きますから2 2 2 1二十。あ,あこんな感じかなうん。 でえー、っとですねあのー、それでね まあそんななんかあ,のあらかじめ作っとけいいのにだけどまあいいじゃないですかアナログ的でアナログ的な要素もねふんだんに取り入れつ,つまああの魅力は伝わっていただいたかなと思うんですよ伝わったかなと理想源のその特徴がね分かったと思います。 うん、で要はあの解説講義付きかとまず解説講義が付いてるのがね確か、えー、と18からこういうことなんですよ、ね、はい解説講義はここまで付いてます。 それからあの理想の答案もちろんついてますはい現実答案 はい、これは全てついています。あ,あのねあの改正のしすぎでもう全く書けないやつもありますまあ受ければわかるけどそれはもうねあの別の皆さんにためになるような別の話をしてますから <laughs> 問題にはもう答えられない。 問題は本当あるんですよ平成11年の実案法とはねもうとてもじゃないけど今そんな条文ねえわみたいなあの遺書法でもあります平成9年ぐらいに、うん、それはあの皆さんに役に立つような話をしてますから代わりにうんそれから条約答案ね条約の答案をああ そうつまりね条約という科目があった時代があるんですよ。うんそれはね、えー、13年から13年以前と言えばいいかはいこんなラインナップになってますわあとはほらあのないからね平成10年以降条約という科目なくなっちゃったからただあの特実 以上商標のどれかでこう条約をしれっと聞くっていうそういうことはあるけどね、うん、パリ優先権聞いてみたり窓プロ聞いてみたり PCT 聞いてみたり PLT 聞いてみたりねするじゃん、うん、こんな感じですあいいでしょあこれねすごいですね俺今自分のところにあるんだよねこの、うん、バインダーに <laughs> あの全部ファイリングしてきたんだけどすごいね平成11年あ これちょっといい問題だわ皆さんちょっと答え見せられないよこれこれよすぎるわほら部分証制度が設けられたしまた部分証の登録要件その効力の及ぶ範囲これあれだよ当時はさシンプルな答案だったけで今恐るべきこれ難問だよこれ何で難問か分かるやろぶ物品の部分証建築の部分証画像の部分証あるもん。 これはもうとんでもないことですよ。どうやってまとめるんだと。あと次。平成11年関連書ですよほら。昔は簡単だと思うのよ。もう法改正でガラッと変わりましたよ関連書制度の概要っつったって。どうやってまとめるんだと。しかも窓プロは言及しないとか書いてないから窓プロまで含めると。 恐るべき答案になりますよこれお楽しみですよこれ見てのね。でちょっと待ってねこれ条約は載ってんのあ条約載ってますよ、ね、ほら平住条約あトリップス協定により可能な優先権の首相ねトリップス強制協定ですよいや面白いというか楽しみですねうん 昔は、ね、条約は2回あったんだろほらね今度は何これ特許協力条約において出願日の認定国際出願の欠陥手数料に関し受理官庁が行う国際出願の点検と処理について述べようとあこれねいやこれ担当の勉強にもなりますよええー、でしかもほら出願日の認定これやっとくとさ平成29年で役立ったよね そう平成29年の「特日一」で出とるやんかリバイバルみたいな感じでああだからやっぱね昔の過去もっていいんだよね例えばさこれもそうだよいいか平成えー、っと12年ちょっと見てほしいんだけど平成12年ねのあ平成12年の遺書法ちょっと言及させてよこれねあの、えー、これさ プレテーププレーヤーチューナーアンプスピーカーボックスってあるじゃん1組のオーディオ機器セットねこれがねなんと令和あ2年4月1日施行の審査基準、えー、別点構成組物の構成物品との例からオオーディオ機器セットは削除されたんですよだから下記河線部は代わりに複数の工業用ロボットを構成物品とする。 一組の産業用機械器具セットにして回答するからねもうないんでオーディオキ器セットうん昔はねほらあこれありがたいはあのちゃんと載ってる旧バージョンがこれ旧バージョンほらねだからよ旧バージョンには載っちょろやろほらオーディオキ器セットアンプチューナースピーカーボックスがでもねこれありがたいことにニューバージョンも載ってるんですよほら ね、昔ゴジロキンもあっったたからね多分あったんですよでもほら減ったから43人どこ探しもないよ1組のオーディオ機器セットないからでもねなんか楽器セットみたいなのはあったかな、うん、楽器セットみたいなのはなんかあったんだけどほらでもオーディオ機器じゃねえじゃんこれドラムとかシンバルとかね楽譜スタンドとか椅子だからな 機械器具セットにしるかシステムデザインっていうにふさわしいのはどれかって言ったらもうこのあ産業機械器具セットかなと思ったもんですから、うん、これにしときましたねちゃんと私なりに工夫してるからねうんそうやろあともう一つ私がねアピールしたいのはあのー、えー、っとねこれだな ちょっとこの問題見てください平成12年商標法ああ異議申し立てができる期間はい商標登録無効審判が請求できる期間ね両制度の趣旨に言及の上説明せよでほら上記の点以外に異議立て制度と無効審判制度が異なる点結局そういう点を上げろっちゅうことやろ結局うんねっ 両制度の趣旨を上げつつもまあ多分その除籍期間とかね申し立て期間とかそういうのに触れながら結局はあとを上げられるだけそういう点上げるでしょねだからこの問題をやっとけばいいか平成29年度のね商標法を見ましたほらほらリバイバル ねえ中島みゆきもリ,あのリバイバルという曲なかったっけうんえっ、ー、と登録異議申し立て制度お無効審判異なる点について説明せろよほらどうねおいそうやろだとね今度は令和元年のああ違うわちょっと平成23年ね平成23年 ああまあ平成23年のこの最後の問題ねああ問題1の説問2というですがこれさあの国債 P をしたと X に基づき国債 P をした、えー、X がどげんなるかとこれ、ね、もう分かるでしょ国内に基づく国債だよ。ね X、がどのように扱うか平成23年ですよ。 平成23年ね。そしてなんと R1 特実1の最後の説問見ます。ね最後の説問見ます。はい。国際スガン B について日本国の指定を取り下げない場ば A こ,これ国内スガンね A 土下になるかと国際スガン B は A を基礎としてるよ。うん A は土下になるかとほら同じ問題じゃん。 リバイバルだよリバイバルだわほらいかにやっぱり過去問やっとくといいかとねうんあと最近入りのあえて家庭師論じるまでもないとこれに慣れていくとだから家庭系書くのよって意味だよね、うん、こういうのがあ書かれとったら家庭系書いたらいかんとかねそういうのも慣れていく必要があるとどうですかそろそろ終わりたいと思います いやこれマジでねこの私今までこの「過去問対策講座」やってきましたけどあの本当にかつてないほどの完成度の高さです自信を持っておすすめしますまあさっきも言ったけど W124 の 500EE46M3 ぐらいの完成度です本当に車に例えるとねそのぐらいも本当に自信を持ってああ。 お届けできるかなという気がします。はい。ええー。じゃあ今日はこの辺で終わりましょうか。皆さん。ね。ええー。まあ、お値段はこれ,これ見ればね、書いてあるから。お値段ね。850やね。うん。M パフォーマンス850っていうのもあるけどね。はい。さあ、それでは、えー、皆さんね。 えー、名残惜しいけども名残惜しいけども終わるねえー、じゃあ皆さん是非「リソゲン」でお会いしましょうねえー、お楽しみにしておりますあ皆さんも楽しみにしてくださいこれいい講座やからはいじゃあ終わりますねお疲れさまでした